い、霊夢、また来てるよー。なんで家がそんな乱雑に。この怠け者、まったく。誰が？こんな朝で強運なんで。あーあーあーあようやく目覚めた。大丈夫か霊夢。まったく、ちゃんと部屋を片付けるよ。今自ら面倒を持ち込むだろう。頭が痛い。ここどこだ？このバナナみたいな人は誰か？ここはおめえの神社よ。っていうか、バナナみたいはどういう意味だ？霊夢って、私か？あ、もしかして、先の衝撃性で頭がおかしいになったかい？何が忘れるそうな感じ。もしかして、記憶喪失か？私を覚えるか？いや、知りません。やばい、今どうする？永遠帝にエイリンを探していこうか。いや、待って。もしこいつはこういうことをいたずらするか。そして前に本で記憶喪失の対策を見た。頭に強い一撃で記憶が変えるらしいです。あ。あのさ霊夢。少しこちらに来ていいですか？いいですよ。こうして多分記憶が戻るだろう？おい霊夢、早く目覚めてくれ。トーハオトーン。ジョアシーナー、ニーシーシューヤー。直さない、それまた変なものを覚醒したかい？これもしかして中国語か。やはり永遠帝で行こう。霊夢、私について。ナーゴは、ドーニーシア。プーランゼンモワロは、ホワシオニーシーシューヤー。わかりませんけど、私についてはいいんだ。おい霊夢さん、野菜を持ってきたよー。何があった？あ、霊夢。すみません。頭が痛い。マリサとサナエじゃん。ここに何をするか。ここに野菜を持ってきたよ。でも。あ、霊夢記憶が戻ったか？確か何があった？確か。あ、思った。貴様、先が土を私に打ったか。この野郎。あ、私に勘弁して、わざとじゃないから。ただ記憶喪失の対策です。サナエ、私に先に行って、霊夢さよなら。てめえ、逃がさない。一体、何があったか。こうして霊夢の記憶が戻った。めでだしめでだし。